います。特にない。私がゆめちゃん寄りになってきたというか、なんかもともと話すのとか、こう人前で話すのとか苦手だったんですけど、ちょっと今日の生配信はしっかりしなきゃみたいな時は、やっぱもう生配信慣れしてるので、どっちかっていうとこうゆめちゃんの部分にこう助けられながら飯塚舞としての仕事をしてきたような感じも。お金かけたからどうこうっていうよりも、まあなんか一つの応援してますよっていうなんか表現の一つとしてはありなのかなって。まあ結果的になんか僕らがそうやってね、投げた分が結果的にやっぱりいろんな形で僕らのなんか楽しませてくれるコンテンツとして返ってくるっていうのは分かってるんで、まあそれだったらやっぱり自分の生活の無理しない範囲では、まあちょっと応援する気持ちでなんかお布施するじゃないですけど。